ケリー、破産がいい。こら、アインツベルンさんがせっかく触媒用意してくれたのに何言ってんだい、この子はもう。そんなに破産がいいなら琴峰さんちの子になりな。見たくないか。ケリーと破産のコンビ。その破産光り輝いてるからそこに文句つけそうだなこいつ。貝原雄山並みに英霊にケチつける男ケリー。これはまた物を知らんやつだね。偉大なアサシンというのは、輝いて見えるものだよ。妖精くん関連で必ず現れるマユリ様ほんと好き。水着性質ちゃんとプールデートでも行って落ち着け。そもそも英霊自体嫌いなので、ちょっと飲み屋とすだれと三代目呼んでこい。最適解を張る。これで敵マスター全員ボンバーマンすれば勝ちと。実際単体だとヘボだとしても100人はめちゃくちゃな性能だよな。実際は規定のザイードがヘボなだけで一人一人得意分野があって下手なバーサーカーより筋力があるやつもいるし使いこなせば理不尽としか言いようがない。これだったら一般家庭を拠点にする悪役非道のマスターとかでもいない限り余裕で勝てそう。ウェイバー君、完全に使い捨ての駒にした琴峰はさ、まあ後で最強サーバントゲットしたけども。ぶっちゃけ王の軍勢のかませにするために生み出された宝具だよね。やろうと思えば金ピカの目をかいくぐってトッキー暗殺もできたんだろうか。こんだけいるなら一般家庭にも一人差し向けてとりあえず爆破だけしてみるんじゃね。つまんねえ、という最大の抑止力に阻まれる。10人でもずるいの200人ってやりたい放題できすぎる。ケリーからしたらやたら高性能なマイヤが80人手に入った程度の認識だろうからな。つまりマイヤでやってたからアサシンでも、女性隊のもいるから必要な理由があればやるだろう。ケリーも英霊なんてステージくらいにしか思ってないだろうけど百坊さんの人格がワンオフなの分かってたらわざわざあんな雑な使い方しないと思う。こういう最大限活かせば土俵に立つ前に勝負を決めちゃえるやつは、どうしても作劇上それをさせてもらえないので大体スペックを発揮できない。チビ朝出てきても使い潰す気満々なんだろうか。めちゃくちゃ自己嫌悪に陥りながら使い潰すと思う。とりあえずこのコンビだと無視はしないし、百坊の破産もサーバッハの破産もお人よしだから関係悪化はなさそう。暗殺者って汚れ仕事の英霊だから真っ当なヒーローのようなセイバーに抱いてたような嫌悪感も持たず女アサシンにも普通に会話できたんだろうなとは思う。キノコがこの組み合わせが最適ってのは言ってたかな。ただ勝てるかどうかはまた別。最適というかケリーの気質と戦術に合うサバが少なすぎる、か。最初に10体ほど自爆テロ要員、護衛要員に20、拠点防衛20、周囲探索30、予備。百坊さん間違いなく強いんだけど切り継ぐにバレてる個体はもっと頑張れ。最適解ではあるんだけど切り継ぐが見つかった場合詰みそう。台無し。キノコがこの組み合わせが最適ってのは言ってたかな。キノコそんなこと言ってたか。切り継ぐがアサシン召喚したら3日で聖杯戦争終わる系のデマじゃない？キノコじゃなく作者が遠回しに切り継ぐみたいなマスターなら優勝候補、公式が破産使って3日で勝利した奴がいるってのが合体した結果やね。謎のヒロイン WX を召喚して目を輝かせるのか目がますます死ぬのか気になる。フォーリナーなんて召喚されちゃったら大混乱するんじゃねえかな。ヒロイン X の間違いだとは思うけど。ゲームの細か百徳ナイフのごとく使いこなすだろうな。下手したら相手のサーバントの強さすら関係ないくらいに。というか実際関係ない。霊体化して気配遮断したらまず見つからず、中の上くらいの魔術師なら拠点でガチ防衛しても割と簡単に攻略できる駒100人と思えば百坊さんはチートすぎる。なんで攻撃もしてないのにバレたんだかなう。サバとマスターでやることできることが被りすぎて逆に相性悪いってどこかで聞いたことあるが実際どうなんだろうね。ぶっちゃけトップサーバントでなんやかんやあそこまで突き従ってくれたセイバーが一番合ってたと思うよ。切り継ぐにはトップサーバントで付き合ってくれなさそうなのはギルやスカサハくらいじゃね。アイリみたいな干渉剤もいるしそのレベルなら他の英霊も器大きいので付き合ってくれると思うよ。トップサバでセイバーって誰のことだろ。文脈的には多分青王のこと言ってるんだろうけどトップサバじゃないよな。一応エクステラでアルトリアはトップサーバントとして召喚されてる。一番最適格な使い方ってなんだろう。そりゃ敵のマスター暗殺だろ。真っ当な魔術師だとそれができないから大して活躍させてもらえないけど、
そもそもザイードの時点で本拠地にこもった魔術師、トキオミ、を一人で暗殺しに行けるレベルなので、物語の都合とか考えなければマスター一人一人に招待希望を向かわせて暗殺、残りは自分を守らせる。下手したらケリーが用意した現代の武器やらトラップまで使いこなすだろうし、手がつけられなくなりそう。捨て駒にする気満々だろうから、その関係で仲違いする可能性がネックかなと。こいつらもマスター出し抜く気はあるからお互い様なんだ。何かの間違いでアサシンエミヤとか呼んだらどうなるんだろうか。マスターとサバで思考ややれることが被ってるから攻められたりハイレベルなゴリ押しされたらびっくりするほどあっさり崩壊しそう。あとキリツグが暗殺者として中途半端に心身ともに錆びついてるから百望に裏切られそう。ケリー一人の時にやたらムキムキの神父がロケラン担いで単身乗り込んできただけで詰みそう。相当な塩試合になりそう。だが、見てみたい。アポクリファの亜種聖杯戦争で、暗殺者の春なんて起きたから、塩試合でも着実にマスター狙って殺すのはやり方としては正しいもんな。アポクリファの暗殺者、アサシン、が暗躍しすぎて対策された後という設定、塩試合、というかマスター狙いが続く地味な展開、にならない理由付けとしてうまいよな。ステイナイトで断片的な情報がその通りだったらセイバーとのペアがベターくらいの感じなんだよな。アイリさんの人間性喪失を防げるし、固有時制御の反動を抑えたり、心臓破壊されても復活できる。聞いたよね、早めのアバロン。もし百望さんとか引いてたらどこで積むんだろう。そもそも徹底してマスター狙いになると思うけど。なんか3日もあれば勝ってしまうらしい。問題はキリツグがアルトリアでも怒らせるくらいの英霊嫌いだから後々コトミネを裏切る気満々だった百望さんに勝つ確直前で殺されるか裏切られるリスクがあることだな。ちなみに3日で勝つという設定はない。作望に長けたマスターと相性がいい。キリツグがアサシンかキャスターを希望していたが合わさって曲解された。アポで破産が対策されるまで亜種聖杯戦争で無双したという戦績が出されたが、キリツグが刺激したという事実はない。どうあがいても亜種聖杯の真実知った時には火力不足で詰む。他だとケリーは破産の裏切り対策しないと百望さんは裏切る可能性もあるタイプ。あ、そうか。いやじゃしてたとはいえカリバーでようやく吹っ飛ばせてるんだしな。途中で裏切られてそこまでいけない可能性のが高いのもあるか。キングハさんならなんとでもできそうな信頼があるが、もし召喚できてもキリツグでは次の瞬間首を出せ案件である。奥さんを犠牲にするぜ案件だしね。ジュアンさんあたりも内心切れるのでは。ジュアンは内心思うところはあってもそれはそれで割り切るんじゃないかな。それはそれとしてケリーへの好感度なんてもんはかけらも上がらないだろうから、淡々と出し抜く三段つけてるぐらいの距離感。言うて聖杯の破壊にエクスカリバーの破壊力がいるとも限らんのでは。あれ自体はあくまで魔術師が作ったものだし防御力がヤバいみたいな設定はなかったはず。百望破産だとか今じると汚染聖杯を突破する手段がないのでその辺が罪ポイント。カルデアにマスターできそうなサバも増えたし、聖杯戦争得意点でサツエミヤがマスター役で百望さん従えるのとかどうか。欲を言えば黒コートキリツグの礼儀も欲しい。正直、ダブル暗殺者ってケリーからしたら自分と同じ運用するだけだからやりやすいだろうけど、戦闘力強めのサーバント陣営に居場所バレた時点で負け確になる PK 陣営だよね。か、今に対しては火力の高い宝具持ってるサーバントのマスターと共闘するか、うまいこと丸め込んでどうにかできるかもだけど、黒聖杯の破壊はなぁ、百望さんの中に爆弾とかのエキスパートいたりしないだろうか。気配遮断は攻撃体制に入るとランク下がっちゃうからサーバント相手にはバレちゃうらしいけど、爆弾持たせて気配遮断のままマスターに接近させて遠隔で起爆とかすればサーバントにもバレずにやれるんだろうか。あとそれはそれとして、アイリさんのエスコート兼ボディガードしてる黒スーツ朝子さんたちは見たい。絶対かっこいい。マスター狙いのサクサク暗殺プレイがはかどる、が、結局コトミネが最大の障害になりそう。ギルとかイスカンダルとかマスターを全力で暗殺しようとしても個人的にはできる気がしないんだよなぁ。あとケイネスとかセイバーとランサーが1対1でやってたからキリツグとケイネスの1対1状態だったけど、それも難しくなるよね。
もっと言うとセイバーがランサーとやり合うことがなくなるからランサーの戦いの考え方が変わるはずだし、案外難しくない？アサシンを切り継ぐが使う以上、他参加のサーバントのクラスも変動する可能性もあるな。アバロン使わずに召喚ならランサーのディルムットがセイバーのディルムットになる可能性もあるかも。攻撃は優秀だが防御が薄いんで最強というわけではないと思ってる。籠城してもサーバントの進行は止められるとは考えづらく、切り込まれた時の対抗手段がほぼない。ぶっちゃけ破産によるマスター暗殺なんてアポの箇条書き部分以外でほとんど成功していないのにうまくいかないと思う。それで勝てるなら使い潰し作戦したトッキーがアホじゃん。そりゃ物語としてはなかなか盛り上がらせがたいって問題があるから仕方ない。ゲイボルグとフラガラックで順当にマスターやサーバント仕留めましたってされるよりもさらに地味な戦いにしかならんし、だから物語の都合を加味したら盛り上がらせながらマスター殺しを6回成功させるのは難しいだろうなって。トッキーのアサシン使い潰しに関してはそんな勝ち方優雅じゃないし、まあ皆さんは一度は見たいエミヤ切り継ぐと破産による主従関係についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。